マメッチまだ？もうできますよ。これはですね、こうして頭にかぶって、ちょっと小さいですね。ちょっとどころじゃないでしょ。まったく、マメッチの発明はいつもどこか抜けてるんだから。これならどう？ナイスアイディアです、メメッチ。メメッチ、ラブリッチのストラップを貸してください。どうするの？これを何でもお探しくるりんハットの中に入れて、あとはスイッチを入れれば。動き出しただっけ。こっちや。みんな、行きますよ。クルリンハットがラブリッチのところへ連れて行ってくれるはずです。ですが、私たちが知りたいのはラブリッチの家なのよ。学校じゃなくて。くたびれただっけ。本当にクルリンハットって頼りになるわけ？今度はじゃあ、今度こそきっとラブリッチの家を見つけたんですよ。行きましょう。俺たちもワル&クールなひとときを過ごしたいでやんす。いやー、でもさすがにここでは学割は効かないだろう。お前そんなこと。怖っでやんす。こっち
す。今本番中っす。だいたい君たちちゃんと許可をもらって入ってきてるっすか。すみません。おじゃー、ダメですよ。ハピハピッチ、諦めて帰りましょう。でもマメッチ、クルリンハットこっち刺してる。それはそうですが、行きましょう。ハピハピッチ、ラブリッチがここにいるはずありませんよ。故障はしていないようですが。今度はあっち。本当かな。信用できないし。そう言わないで、もう一度だけお願いします。メメッチ、クチパッチ、キキッチ、チャマメッチ。あと一回だけならね。これで最後です。今度は絶対大丈夫ですよ。みんな早くこっちへ。パパはちゃんと録画しておいたぞ。この衣装もなかなか可愛いわよ、ラブリッチ。ありがとう、パパ、ママ。今度この衣装の写真をパパの写真館で撮らせてくれないか。いいけど、私が
ラブリンがここに住んでるってことは内緒よ。そうよね、ラブリンの家ってわかるといつも大騒ぎになっちゃうものね。スーパーアイドルは辛いな。ううん、辛くなんかないよ。毎日とっても楽しいもの。そういえば今日ラブリッチくらいの年の子がたくさん来てくれたのよ。へー、そうなんだ。カフェを開くのはママの長年の夢だったからな。よかったね、ママ。ありがとう。ママ友なんです、運命なんです、あーきっと僕たち生まれた日から大変です。勉強を宿題お手伝いストレスとの鬼ごっこに見学できるなんてワクワクです。ここでいろいろな番組が作られているんですね。大好きなゴッチマンに会えるでしょうか。僕たちが生放送を次回ゴーゴータマックス TV 見学。クラクラ、いきなり生放送、絶対見てくださいね。君も今日から